にちは。CRS のまみこと荒川です。よろしくお願いします。お願いします。メインチャンネルめっちゃ久々です。ねえ、このハイ、ねえ、バックで飛んのも久々っすね。そうですね、このバックも久々なんで、はい、ちょっと今回、こんだけある中古車の中から1台、はい、いい車を紹介していけたらなと思うんで、はい、紹介していきます。はい、では紹介していきます。その車両がこちらです。なんかデモカーみたいな。これ、ね、そうなんですよ。言ってもらってる、これクールアットさんの元デモカーなんですよ。え？内装がすごいって言われる。そうですね。もうまあ見た目これちょっとこうパッと見スタイリッシュな感じなんですけど、はい、もちろん中もすごいんで、まあ、まず車両の詳細の方から。そうですね。はい、説明していくと、こちら29年式のハイエースのスーパー GL のダークプライム。はい、はい、ダークプライムなんで6名が付いてるだけの方ですね。あ、でも29年式やったら4型の後期になりますね。あ、なんで、はいはい、6速ミッションの4型になります。はい、はい、で、5人乗りの 2000cc のガソリン車です。てか すごいっすね。なんかそうなんですよ。ちょっと今回めっちゃ多いと思うんですけど、はい、ちょっとまあゆっくり見とっていただければなと思います。そうですね、はい、前から紹介していきます。はい、まずこちら SX のバットパネルがついてます。これ塗り分けですか？はい、これは塗り分けです。ここのプレスラインの部分に艶ありのブラックで、プレスライン部分に色を入れさせてもらってます。やっぱそれだけもかっこいいですね。そうですね、これだけでだいぶ変わりますね。レーシー感が出ますよね。そうです、ここです。うん、あとまあデモカーはここ切って網にしてるんですけど、それに近づけるようにもできますね。あ、ダクト加工か、こう塗り分け、塗り分けかですね。あ、いいですね。まあ、ここは差し色で全然グレーでもいいと思いますし、いろんな色があってもいいと思います。はい、で次ヘッドライトですね。はい、これ純正の LED ヘッドライトにポジションウインカーポジションと、ポジションバルブの方がバレンティさんの玉が入ってます。でハイビームが今入りのボルターレベレムさんですね。はい、はいはい、が入ってて、もちろんホグラム、こちらベレノさんのボルターレが入ってます。バッコウじゃないですか？バッコウです。ハイビームがホワイト、ホグランプがイエローですね。バッチリですね。バッチリ、純正より12倍明るいねえ、はい、のグリルですね。はい、これまたおしゃれな色っすね。そうです、これ会社してもらったんですよ。あ、そうなんですか。もともと違うのが付いてたんですけど、はい、ちょっとやってみたいなと思ってね。パールの車にハイエースの今希少感の色になりました 1G3 グレーメタリック。あ、 1G3 のカラーにグリルのメッキの部分を塗って取り付けさせてもらってるという感じですね。いや、綺麗ですねこれ。これめちゃめちゃ綺麗ですね。僕めっちゃ好きなんですよこれ。いや、なんかそんなに派手じゃなくて、そうです、純正でありそうな感じだったんで、うん、いや、まあその下でしょまた。はい、これその下にインタークーラー、これ風ですね。風、本物ではないんですけど、一応インタークーラー自体は本物です。はい、だから繋がってないんで、この機能は果たしてないです。もう本当に見た目ドレスアップのためのインタークーラーっていう感じですね。ああ、そんなの、おしゃれのために、おしゃれのためについてるインタークーラーっていう感じですね。はい、こだわりがすごいですね。そうですね。で、この文字も ERD かな、入ってますね。はい、で、こちらバンパーが SX のコンバージョンバンパーに変わってます。うん、はい、で、その下があれですね。そうです、 SX のフロントリップのバージョン4がついてます。まあ、前だけでもまあもうほぼほぼやるとこはないぐらいです ね。カスタムするって言ってもワイパーガードぐらいちゃいますよ。いや、これね、本当にワイパーガードぐらいなんですよね。で、ワイパーブレードも変わってるんで。あ、ほんまや、全部買ってます。もうフルで買ってます。レクサスの、はい、ちょっと横行きましょう。はい、横行きましょう。まあ、まず横なんですけど、はい、まずドアミラー、バレンティさんの新しいやつですね。うーん、はい、がついてて、そのまま上行ってもらうとバイザーもついてます。いや、これなんか中もちらっと映ってるけど、これめっちゃ気になりますね。ちょっと後です、ね、あとですね。あとです、まあ、外装もすごいね。このまま下行ってもらうとオーバーフェンダー、こちら SX のオーバーフェンダーがついてます。はい、でキャリパーカバーもスペシャルだとも SX のものを使ってもらってます。これはもしかしてレイズさんのホイール？そうです。これめちゃめちゃ推しなポイントなんですけど、はい、前オーナーさんがデモカーをご購入されてからカスタムしてる部分になるんですけど、このホイールレイズさんのポルクレーシング、はい、T37 ですね、をはめてまだ半月しか経ってないんです。
ほぼ新品じゃないですか。はい、ほぼ新品です。タイヤもホイールもほぼ新品です。でもこのブロンズっぽい色にこれゴールドとレッドってやっぱ合いますね。合いますね。でもこれちなみに反対側は2ピースシルエットがピンクになってます。へえ。そうです、右と左からで、ね、そこの色だけ変えられてます。あ、そうなんですね。そうです、そうです、そこの色は変えてます。すごいな、これローダウンもまあまあ落ちてますよね。そうなんです、ローダウンも結構下げてて、これでだいたい 3.5 インチぐらいですね。はい、4インチまでは下がってないですね。しかもサイドステップも、そうです、サイドライナーが SX のサイドライナーですね。サイドライナーですね、はい、がついてて、後ろも同様オーバーフェンダーとホイールも同じようにしています。このままリア行きましょうか。はい、このままリア行きます。リアウィング変わってます。おお、はい。で、これちょっと珍しいです、トランクスポイラーもついてます。ああ、ちょっと出っ張ってるタイプの。そうです。エアロも大きいタイプのものがついてます。おー、ワイド、めっちゃワイドっすね。めっちゃワイドっすね。この車1ナンバー車両になるんで、はい、エアロ等の構造変更が全てされた状態での5納車になります。おー、なんで簡単に言うとエアロ交換してて4ナンバーでは車検には通らないんですけど、1ナンバー構造変更することによって車検 OK になります。これ今めっちゃおすすめです、僕の中で。いいですね、それ。そうです、危ないんでね今。で、あとステッカーですね。ホログラム、ほぼなんか最近皆さんつけてもらってますね。そうですね、最近すごく多くて、僕も結構お気に入りなんで、今回あのいつもの方じゃないこっちの方を貼らせてもらいました、うん、はい、ホログラムの方ですね。ちょっと内装行く前にチラッと、そしたらここだけ、はい、ピンクですね。ピンクですね、はい。で、キャリパーカバーも、あ、キャリパーカバーは同じです。はい、はい、ではちょっと内装の2室から行きましょうか。はい、じゃあ2室の方から紹介していきます。お待ちかねですね。これやい、ほんまにやばいっすね。ほんまにやばいです。でね、これ開けた時に気になったの、これ、これですね。これすごいっすね。これでも本当に多分ペイントで描かれてると思うんですよ。めちゃめちゃ綺麗にペイントされてて、で、ね、ここもちゃんと鉄板の板に変わってるんで。ああ、ほんまや。そうなんですよ。鉄板の板に変わってて、その鉄板の板にこういう風にデザイン描かれてるという感じですね。すごいな。で、これ。めっちゃちょっとこう不思議なとこがあるんですけど、はい、これ本当やったらここに釣り革みたいなのついてると思うんですよ、閉めるときは。あー、ついてますね。なくて閉めにくいじゃないですか。はい、ここ見てください、こうやって。そうです、めっちゃ閉めやすいんですよ。これめっちゃ便利ですね。これめっちゃめっちゃ便利。逆にちょっとこうみんなの車やってほしいなっていうぐらい、ね、結構こう女性の方でも力入れずにこう軽く閉めれる感じがするんで。あー、僕はこれ初めて見たんですけど、おすすめです。はい、いやー、それこれでしょ。そうですね、まず中ですね。どこから紹介していきましょうか。なんかもう動画だけでも伝えれるぐらいのね、そうですね、凄さっていうか。まあ、スピーカーでいうと天井スピーカーもついてます。はい、で、Dピラースピーカーもついてます。で、ちなみにこの車についてるスピーカーは全てキッカーさんのものになります。これ全部一緒で。全部一緒です。お、全部キッカーさんから出てるスピーカーが搭載されてます。これまあ内装はあれですね、オレンジとブラックでも。そうですね、もう完全にオレンジとブラックでまとめられてるって感じですね。しかもこれ天井すごいな。そうですね、天井も多分こう切り抜いてアクリル板にこう削って文字入れてると思うんですけど、光った時にちょうど文字が浮き出るように。本当にクールアートさんってやっぱ内装すごいですよね。内装すごいですね。僕一番感動したのはこういう普通に黒い革を貼ってるだけではなくて、中に多分何か仕組みがあると思うんですけど、文字が浮き出てるんですよね。クールアートって書いてますよね。そうなんですよ。そういうのもちょっと動画では伝わりにくいかもしれないですけど、いやすごい、これこれこことか前にもそうあるんですけど、パッと見わからないこういうカスタムってのが僕はすごい好きですね。いや、しかもこれなんかこれね、上げたらなんかめっちゃ速くなりそうなスイッチがついてますね。そうです、いっぱい。これが、こういうベッドの台とかについてるスピーカーの LED です。でこうイベントとかの時にちょっとトランク開けてスイッチオンにしてもらったら音も鳴って、こういう風に LED もちゃんと光るっていう感じですね。わあ、すごいな。ほなこれが大体 LED のスイッチ。そうですね、それが後ろの LED のスイッチになります。しかもこれレガンさんのね。そうなんですよ、USB。 はい、ほなまあ充電はできます。どっか止まっててここで挿して充電できることもできる。いけます、いけます。しかもこれアルミ、これ姉妹で貼ってるんですよ。すごいな。こんなんめちゃめちゃ高いですからね、これ。
ねえ、びっくりしましたよ僕ね。こう姉妹手にしてるから余計こう LED が反射してて、うん、綺麗に見えます。これ夜とかつけたらすごそうですね。そうですね、撮影はちょっと夕方ら辺に一応させてもらってるんですけど、まあ夜やったらもっと伝わりやすいかな。ねえ、はい、ちょっと2列目行きましょう。はい、2列目行きます。2列目です。2列目しかも待って、これスピーカーのアンプがいてるんですけど、まあこういうセンターコンソールちょっとまあお先に見せるとスピーカーがついてるんです。はい、こういうのに対しての一発ずつのアンプがいてます。なんで音自体が一発一発すごいクリアなんですよ。てか思ったんですけど、はい、これまあついてるじゃないですか、はい、こんなとこに足乗せたらこれ大丈夫なんですか。これね、しっかり足置く用の台作って置いてあるんですよ。あ、ほら乗るとき用にはちゃんと大丈夫っていう。人が乗るときは上にそれをかぶせてもらう。ただアンプの熱がこもってしまうんで、そういう場合はあんまり音量を上げないでほしいですって言ってましたね。あ、そういうことですね。マックス上げても20ぐらいじゃないとアンプがパンクしてしまうっていうふうに聞いてるんで、うん、こういうふうに開けててこう通気性がいい状態であれば全然大丈夫なんですけど、こもってしまうんでそこだけ気をつけてほしいとは言ってました。なんか本当になんか快適仕様にもなってますね、そういうね。でこれシートもびっくりしたんですけど、シートカバーの前みたいなんですよ。え、まあ、ここはカバーをかぶせてはるんですけど、はい、この下でカーロって入ってたりとか、こういうオレンジと黒になってるこれシートカバーではなくて純正シートの側をめくって新しくこれを張り替えてます。だからシートもめっちゃ弾力あるんですよこれ。うん、なんか純正感は一切ないっすね。形だけ純正みたいな、もうそれ以外は色も食感も全部違う。食感じゃないですね、あの感覚も全部違うって感じですね。あとはこのセンターコンソールですね。すごいな。これドリンクホルダーがついてて、え、これ前に出る？前に出ます。今ちょっとこれ上げようとしたけど上がらんかったから。そう、これ上がんないです。しかも3つ置ける？3つ置けます。ここがなくなってしまってるんで、あ、ここを非常機で使ってもらえます。ここにジュースを置きます。へー、めちゃめちゃいいと思うんですよ。後ろのこれさっき言っても言わせてもらった天井スピーカーがあったりとか、ここに限ってはこういう風にリアのエアコンの部分埋め込んで文字入ってます。しかもちゃんとこれフリップダウンモニターもついてるんですよね。そうです、後ろのためにフリップダウンモニターもついてます。あー、はい、すごいですね。いや、これちょっと1列目ちょっと、はい、うわ、もうここも全て。そうです、ドアの内張りのパネルもうこれ完全ワンオフやと思いますね。もともとあるスピーカーのところはもう埋められてて、それ以外のところに2発とツイターが入ってる。でも純正の部分も実はあって、そういう助手席エアバッグのところとか AC100V のところとかは色とか入らず純正のパネルを使ってるっていう感じですね。しかもこれあれなんですね、ダッシュマットなんですね。ダッシュマットなんです。ダッシュ貼ってるわけじゃないんで、これ外そうと思ったらこれはすぐ外す、ね、でもう一つここにステアリングがそうなんですよ、これ、まあ、ある意味盗難防止ですね。うん、お家にこれを持って入れてもらうともうどうしようもないんで、そういうアイテムにもありますね。あとはもう全部細かい部分はメタリックのオレンジであったり普通のオレンジであったりっていうので、こう1個のオレンジとして使ってもらって、スクープになります。メーターのね、そうです、こっちがカードです。そうです。なんかこれこう見ただけでなんかミッション車かなと思って。これオートマなんですよ。オートマなんですよね。オートマなんです。なんでシフトブートついてるんです。ここにもクールアウトさんの文字が入ってて、でこういうドリンクホルダーとかも全部黒とオレンジで貼り替えられてて、本当にもうこういうところもそうですし、もうなんか純正感ね。そうですね、これはもう純正ではないワンオフやと思いますね。え、ここもしかして、そうです、ここにさっき後ろエアコン、リアのエアコンをオンにできない状態だったじゃないですか、はい、配線とかスイッチが全部ここに来てるんで、これで後ろのエアコンの操作はできるっていう感じです。ね、これやったら普通やったらアルファードとかね。そうですね、あれやったらサングラス入れとかになるじゃないですか。 そうです、それをこういう風に、そう、収納として隠してあるっていう。わー、もうこれはもう一回来てほしいですね。これはちょっと来てみてほしいですね。ね、こんなに綺麗し、めっちゃ綺麗です。でこれ前オーナーさんにめっちゃ話聞いたんですけど、まあ、はい、こんな車って一体どんなんなのってやっぱこうみんななると思うんですけど、はい、一応僕はそれを聞いたんで直接お伝えできるかなっていうのはありますね。はい、
詳しくね、詳しくお話をさせていただけるかな。ちなみにこれって29年式じゃないですか、はい、距離ってどれぐらい走ってるんですか。これ7万5千キロ走ってます。あ、そんな、まあまあまだこれからっすね。まだまだ全然いけますね。メンテナンスもしっかりされてる車なんで。はい、最後にさしたらこのままの流れで金額を教えてもらっていいですか。はい、まああの特別プライスなんですけど、はい、こちらの車両本体価格が289万円です。めっちゃお買い得ちゃいます。めっちゃお買い得です。正直多分内装だけでそれ以上の額はかかってくるかなとは思いますね。ですよね。はい、ちょっとこの早いもん勝ちほんまになりそうですね。これは本当に早いもの勝ちですね。でましてやっぱハイエースでオーディオやってるのって珍しいんで、オーディオやりたいとかカスタム車両乗りたいっていう方はぜひこういう車両を所有されてみてもいいんじゃないかなと思います。そうですね。はい、今回はそのクールアートさんの元デモカーっていう。そうです、元デモカーを紹介させてもらいました。ありがとうございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。ありがとうございます。